Okay, everybody, today I'm going to teach you how you're going to become fluent at English. Let's go. まず私、英語、オランダ語、イタリア語、ドイツ語ともちろん日本語喋れるけど、なぜ日本はなんかこんなに英語喋れない国なんだろうと思った。まあ彼氏はもちろん英語喋れるけど、私の周りの友達とか彼氏の周りの友達とかあんまり英語喋れる人がいないね。だって日本の学校で中学3年と高校も3年英語勉強するのに、まあそれでも英語を喋れないのはなんかなぜと思ったんだけど、なんかこれ聞いた話だけど、日本の英語の教科書は大学を受かるための教科書だけけど、なんか外国で会話するための教科書とかじゃないらしいです。今から説明するのは私の勉強法、これで英語ペラペラ、めっちゃペラペラになる方法だと思うから絶対試してみてください。まあこれはベースあればっていう話だけどね。なんか中学レベルぐらいの文法とか理解できたらという話。まず1個目はアクセント気にしない。まあこれは私のイメージと経験だけど、周りの人が英語を喋ろうとしてる時にみんなアクセントすごいに、その発音すごいに気にしてて、なんか自信がなくなって喋れなくなる。なんかなぜかというと、みんなネイティブのアクセントを真似したいということだけど、ネイティブのアクセントのは子供の頃からその口の動き、その筋肉に慣れてるだけやけど、まあ、みんな日本人なんだから日本の口やからそれ慣れてないだけだから、全然ネイティブのアクセントじゃなくてもいいと思うから、その日本のアクセント、その侍アクセントがかっこいいから全然いいと思う。まあ侍アクセントというのはだから日本人っぽいアクセント、なんか I am Alexandra, I live in Osaka. This movie is really completely present time. とかは全然伝わるし、かっこいいと思うから、別になんか無理くりに相手になんかネイティブアクセントに合わさなくても全然いいと思うから、かっこいいし。と2個目はそのサムライアクセントで実際に会話してみる。実際に会話してみたいけど、周りに英語喋れる友達とかもいないし、まあ、それはそうかもしれないけど、今はなんかいろんなアプリあるじゃないかな。なんかヘロトークとか、なんか外国人同士と会話して、なんか相手が日本語を教えてほしいと、こっちは英語を教えてほしいだから、なんか一緒に喋ってなんか勉強しようっていうアプリもいっぱいあるから、それ全然いいと思うから試してみてください。あと3つ目は、リスニングを鍛える。まあ今は英語の話だから、私昔英語を勉強した時に、なんか子供向アメリカの子供向けのアニメをよく見たりした。なぜかというと、その英語はまあゆっくり話してるし、あと発音も綺麗だし、あと子供向けだから英語はそんなに難しくないから、まあ、聞き取りやすい。あとそれもなんかワンステップアップしたいなら、なんか私のおすすめはネットフリックス。だからそこで私なんかいろんな海外ドラマとかもあるから、私の 大好きなウォーキングデッドとかフレンズとか、まあ、いろいろあるから好きなドラマ選んで、そこでなんか英語を聞いてと同時になんか英語の字幕を呼ぶ。だからその時はなんかだからリスニングだけじゃなくて、なんかリスニングしながらなんか文も出るから、それもなんか目と耳と同時にできるからすごくいいと思う。ぜひ
やってみてください。ぜひなんかこの3つ試してみてほしい。なんかもし外国の方と英語を喋る機会あれば、もしなんか伝えたいことが相手に伝わらないときは、あなたのせいじゃない。ただ相手がその侍英語、その侍アクセントに聞き慣れてないだけだと思う。なんか簡単に言うと、なんか日本で言うとなんか大阪弁、東京弁、いろいろあるじゃないですか。なんか大阪弁はまあまあ聞き取りやすいというか、みんな知ってるかな。でもちょっと離れたところ行ったら、なんか田舎のところとか行ったら、沖縄弁とか、日本人でもなんか聞き慣れてないなら、ちょっと何ってなると思うから、聞き慣れてないからちょっと日本語なのにちょっとわからない時もあると思うから、そういうことかな。なんか生態的にっていうところにアメリカ英語とかもあるし、オーストラリア英語、イギリス英語、まあそれ以上にもいろいろあるから、なんかみんな聞き慣れてないならちょっと聞き取れない時もあるから、なんか、まあ、とりあえず相手が聞き慣れてないだけだから、全然そのこの侍アクセント、侍英語がかっこいいし、全然自信持って喋ってみてください。全然相手が聞き慣れてないだけだから、あなたが悪くないし恥ずかしくないし、今日その3つ言った3つをぜひ試してみてください。私の彼氏とかは一切も英語を勉強したことないし、多分文法とかも勉強したことないから、なんか喋ってる時になんか普通とかだったら、なんか It's very hot today とか、なんか沈みのこと、言葉のと文法の順番が出てくるけど、彼氏それ多分よく分かってないから、全部なんかファックでまとめてる。例えば Today fucking hot、まあ、それだけでも全然伝わるし、サムライアクセント、全然サムライアクセントだし、それも全然かっこいいし、あと仕事、彼氏の仕事で外国のお客さんがいるから、まあ、それでもそのスラングという英語、その若者の英語、彼氏の英語が全然困らずにいつも伝わってるし、自信を持って喋ってるから、まあ彼氏、私のアホな彼氏がこれできるなら、皆さん全員絶対できると思うから試してみてください。これからもなんかいろんなことシェアしたいし、なんかメイクだったり、なんかデート行ってその動画だったり、いろんなことシェアしたいし、あとはなんか登録者が100人超えてすごく嬉しいし、すごくありがたい。あとみんないつもいろんなコメント、いっぱいコメントしてくれるからすごく嬉しいし、あとこれからももっと会話したいからコメントまたよろしくね。あとまたの次の動画からでお願いします。これおかしいけどバイバイ。 2 hours later。 お疲れさん。疲れ、そういうやつなんだよ。何そういうやつ。悲しいくらい。
もう隠せない。で、なんやかんやあって、こかちゃん、4年間彼女もらえへん。